のツボ。第2第4の火曜日かに、スタジオラルーシュプレゼンツカフェバーインクラディットよりお送り何時からだっけ9時かお送りしておりますカースのツボ始まりました。いやもう拍手はいらない本当に私本当ではですね、前回のカオモリ大輝くんからの紹介で、今日はそらたまさん第4の資格ですよね。第 4, 4内田翔太くんです。はい、どうも内田翔太と申します。こんばんは。こんばんは。ちょっとじゃあ軽く自己紹介の方をしていただければと思います。はい、劇団そらたまの、黄色担当内田翔太と申します。ですね、黄色担当です。それぐらいですかね。23歳お芝居やってます。はーい。あと AB 型です。うわー、いやーそのリアクションなんですよ。 AB 型な。AB 型です。そういうことか。いや今日は黄色って言ってたけど明日は赤っていうかもしれないよ。まあもうこれはもう決めちゃったことだから決められたことだから。そうですね、そこはね変えれないんですけど。今日は中華が好きだけど明日はフレンチが好きとか言い出すタイプだよね。あ、もう出されたものが好きなタイプです。なるほど、素直な意気ですね。え、黄色なんで黄色？いや、なんで黄色って理由もないあって、適当に決めたんですよ。もうみんな、なんかこいつは何色っぽい。誰が決めたの？あれはどうやって決まったんだっけ？マントメンバーでみんなでみたいな。みんなで。そうなんだ。なんかツイキャスってあるじゃないですか。ショールームってあるじゃないですか。あれでこうなんかメンバーのカラーとか決めないのみたいな、はい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 、なってその場で決めたんですけど、だ代表はあの戦隊ものでいうやっぱリーダーは赤、僕はもう赤っぽいなと、やっぱり赤で、ちょっと俺も赤かなと思ってたんですけど、そうだよね、なんか、その流れでなんかお前は明るいから黄色だと、未だに腑に落ちてないんですよ。でこいつがなんかピンクそうね、まあ、ちょっと岡間のヤンキーだからじゃない。そうですね、岡間のヤンキーのあ、そうですね、ピンクが似合うんですよ、本当に、ね、まあまあね、服とかもまあね、やっぱピンク、ピンクで、今度はその前のとオレンジだった。暖色系できてるんですよ、ずっとね。そうですね、暖色系ですね。なるほどね。そらたまさんじゃみんな色があるということでね。そうです。うちが翔太くん、はい、黄色、緑っぽいけどね。緑っぽいですか？緑っぽい。本当ですか？なんかこう、まあ、緑の奇形っちゃ奇形だけど、奇形、黄色系ね。ああ、奇形。緑も急に新しいディスが始まったのかと思いました。そんな。確かに奇形。緑って僕のイメージ、あの戦隊もので緑のやつってあんまりいないじゃないですか。あんまりなんとかグリーンってあんまりいないじゃないですか。でもちょっとこういる時って大体みんなのこうまとめ役っていうかお兄ちゃんみたいな存在が多いんですよ。で大体黄色はバカで力持ちでカレー食うじゃないですか。はい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 、っていう比較があると僕はやっぱ黄色なのかなと思います。そう、グリーン寄りではなれないのかな。そうなのかな。そう、いやまあね、あの皆さんね、思い思いのいろいろ。そうか、はい、役者をやられてどのくらい？役者をやって、うん、初舞台を踏んだのが18歳。おお、若い。18歳、うん、とかなんで、うん、5年、4、5年ですかね。4、5年ですね。やろうと思ったきっかけは？やろうと思ったきっかけはもう本当に目立ちたかったっていうのと、何かこうあの真剣におふざけをしたかったんですよね。おふざけで、でも おふざけって言ったら本当は変な言い方なんですけど、僕的に芝居って、全然ない自分をこう演じるっていうか、言ったらもう新しい人のモノマネじゃないですか。気持ちまで入ったモノマネとかで僕が好きなので。なるほど。なんかなるほどね。そうですね、なんかこう目の前にいる人のレスポンスを見たかったとか、あとはあの、ね、有名になりたいとか、本当そんな感じですね。世間の皆様が言うような真面目な理由なんて本当ないですね。
野望も野望もなければ本当にそうですよ、ね、なるほどね、でも気持ちの入ったものまでってなんか、はい、ほらモノマネはさ要はこうオリジナルがいるわけじゃん。そうですね。で舞台はいないじゃん、まあ、舞台にオリジナルがいるわけじゃないじゃん。そうですね。そこはなんか大きく違う気がするんだけど、ね、そうですね、うん、だから結局はもうなんか本番でやってる時のそいつがオリジナルになっていくじゃないですか。だからなんか稽古中とかでも見えてないものがだんだんこうこれがオリジナルなのかなみたいなのがこうだんだん見えてくるとなんか喋り方とかが勝手に変わってったりするんで、だからなんかこれ今日の俺っぽくないなとか、なんかオリジナルもやりながらモノマネもやってる二面性っていうか、なんかそんな感じなんですかね。うまく説明できないんですけど。でも意外とじゃあ漠然となんかその役に対してイメージがもう最初にあるんだろうね。そうですね。こう台本読んでてこうもやもやもやっとした中になんかいたりとか、あとは誰かそういうのやってたあの俳優さんとかのに近づけてったりとかはあるんですけど。それなんかちょっと新しい感じが今まで。なんですか。まあ、本当にね言ったらもう。僕は真剣にふざけてるだけだと思ってやってるんで。出た風天の虎次郎発言。いや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 、ひょうひょうとした感じのちょっと中堅どころな役者なひょうひょうとそのうち滑り台を滑り出すそのうち滑り台をなるほど。え、じゃあ別になんか お笑い芸人とかお笑いももともとそのなんていうんですか、仲いい友達っていうか、うんうん、中学一緒のやつを絶対お笑い芸人目指そうみたいなのをなんやかんやでこうあったりもしたんですけど、なんかあのまあそいつと離れる羽目になり、その流れも多分持ってたんでしょうね。もともと役者やるっていうかは芸人さんとかあの新喜劇を見て育ってたので、もうああいうことをやりたくてしょうがなかったんですよ。なるほどなるほど。で役者になったんですよ。間がすごい飛ぶんですけど、で役者になったんですよ。じゃあああいうちょっとコメディーな感じの。そうですね。はいはいはい。なんか真面目にやるとちょっと虫の居所悪いというか。なるほどなるほどなるほど。そうですね、僕は。そうか。はい、で今に至ると。でも今真面目な役もやるんでしょ。もうやります。うんうんうん、やるんですけど。うん、なんか真面目な、どうしてもこれはもう僕の差がなんですけど、真面目なセリフ言ってる時にってなるっていう。いやもうそれの話をする時もクソエンデだもんね。なんかもうああもうみたいな、ニヤッとして俺真面目みたいな、かっけーみたいなあれですけど。なるほどね、なるほどなるほど。ソロタマさんではじゃあコメディが多いの？そうですね、うちの劇団はもうコメディが多いと思います。団長さんもね、なんかそうですね、お笑いみたいなのが多いですね。やっぱそっちの方がいいのもんなん。そうですね、多分それはもう本当にもう皆さんそれぞれに見方違うと思うんですけど、多分うちの劇団員はそういうのがあった方が見やすいっていうか、なるほどなるほど。なんかこうずっとこうお尻疲れちゃうぐらいこう真剣に見なきゃいけないものっていうよりかは、なんかこうだらっとして見てて、あ面白いなって思って気づいたら、あなんかいい話やんみたいなのが、そういうのが好きで。そうですね。じゃあ良かったんだね。そうですね。だからもういい劇団に誘っていただいたな。もう本当にね、本当にあの池田さんにはこう顔がね、頭が上がらないというか、本当にすごい僕はもう尊敬してるので、はい、なんかね、池田さんいつもありがとうございます。でね、目がニヤニヤ。主演で使っていただいてるんです。こういうことやってるからダメなんですそう、ダメなの？もうね、怒られてばっかり。いや怒られはしないんですけど、そうもうね、代表ともこう友達みたいな感じなんで。くっついちゃうから。いやもうくっついちゃうから。なんかいいそうか、じゃあまあでも楽しく続いているということは何か、でも出演して、まあ、続けてるじゃないですか。はい、なんかでもまあもともとじゃあそういうのをやりたかったから続けてるんだね。そうですね、まあ本当に
回かはもうやめようみたいなタイミングもあって、でもなんかこう話が来てて、まあ、惰性でって言ったらあれなんですけど、なんかそこまでやりたいのかっていうレベルでやったこともあったんですけど、その度その度になんかやっぱり芝居楽しいなっていうところで戻ってくるから続いてて、最近はそれがなくてただ楽しい楽しいってやってるだけなんで、それが続いてる理由ですかね。なるほどなるほど。もう今楽しい、ただ楽しい、ただ楽しい。なるほど、すごいよね。でもね、楽しいって思えるのってなかなかね、続かないからね。本当そうですね。一瞬楽しいと思ってマジ次地獄なんですけどみたいなことの方が多いじゃん。まあまあそうですね、あでもありますよ地獄は。あの楽しい地獄、楽しいの中にこうちょっとした地獄があったら、あのその地獄がすごい深く感じるんですよね。わかる、落差がね、落差が。でも意外と乗り越えちゃえば、その地獄があったっていうことがもはや楽しいみたいな。なるほどなるほどなるほど。辛かったことがむしろ楽しいみたいなのがあって、だから楽しい地獄何言ってるんだ俺は、何言ってるんだ本当。まあ楽しい地獄ではありますよね。そうですか、そうか。え、今は稽古中なんですか？今稽古中ですね。どんな、あ、それは聞いちゃいけないやつ、聞いてもいい？あの全然もう、なんかどうなの？なんかあのほらみんなほら役作りとかでさ悩みそうな感じだったけど、悩まないの？そうですね、結構悩みはするんですけど、僕の場合あんまり悩んでなんとかなって試しないんですよ。なるほど。あのこうトイレしてる時とか、うんうんうん、お風呂入ってる時とかに、うんうん、ああみたいな、ほんとそれしかなくて、このネタのシーンとかも自分でたまに書いたりするんですけど、考えて徹夜して悩んだことで面白いことなんて一つもなくて悩み損、悩み損ですよだから結果悩んだこともない、うん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 、稽古場にいるときは真面目に悩むんですけど、うんうんうん、最近どんなことで悩むの？最近は、最近何で悩んでるんですかね。最近稽古場でだったら、なんだろう、あ、でもやっぱりこう、うまく言えないセリフとかがあって、それで悩む、うん、ちょっと、あとまあ、例えば稽古場が遠かったりしたら、うん、ああ遠いなっていう悩みはあるんですけど軽い、なんか軽いよ遠いなとか、遠いね、まあ遠いよね、眠いなっていう悩みはそうだね、あるんですけど、こううまく交わされてる感じがすごいしますよねここはちょっと中堅どころだね。いやいやいや、それがひどいいやいや、それが本当になるほどね。でもまあ日々過ぎていくところで割と一日一日解決しているタイプってことね。そうですね、寝れば解決というか、うん、寝るまでに解決してるから寝れてるみたいな感じですかね。なるほどなるほど。僕の場合は解決が結構早いかもしれないです、うんうんうん、結構トントントンといけちゃう。トン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 と抱えたことに悩むことあるんですけど、なるほど、悩むことあるんですけ ど、うん、結局起きてからやらないともうダメじゃんみたいなことが多いんですよ。例えば、うわ、もう市役所行かなきゃ、はい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 、郵便局も来たやとか、はい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 、わ、もう悩む、もう起きたら解決っていう感じになることしかないので僕の悩みなんていうのは今日ね、ほんとずるいよね、そういう生活 ね、うん、ね、悩みそうだもんね。僕がでも僕も最近悩むのは昼食ぐらいですよ。昼食何食べようぐらいですよ。引きずられてんじゃない。いや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 、そこまでこっちの世界に持ってかれてる、持ってかれてるかもしれないね、飲み込まれてるから、ね、そんな、そう、本当にね、影響されたらこうなってないんですよ彼は。そうか、なるほどね。そうか、どういう役が好きなの？どういう役、うん、でもなんかなんだろうな、その作品において言いたいことを言えてることがあればいいのかな。あ、そういうのもあるんだ。まあなんかあの例えば結構要はこの舞台がやっぱ中心なんですけど、おうおうおう、この舞台ってこういうことを最終的に言いたいよねっていう、なんかこう要はあるじゃないですか。それにかじってれば俺はいいっていうか。なるほどなるほど。そうです、なんかだからもうワンピースでいうみんな仲間っていうことを絶対思ってるから面白いみたいな、うん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 、それがあのよくわかんない死ぬ海兵とかって多分あんま思ってないじゃないですか。おうおうおう、そこ以外だったらどれも楽しいっていうか、楽しみを見つけてやってますね。なるほどなるほど、軸を探して。そうですね。ああ、なるほどね。
ね。まあ、僕は楽しいなって思ってやってます。なるほど、なるほど。チーン。はい、もう第一も終わり。はい、第一も終わりです。なんとなくちょっと切り崩せそうな気がしたんですけど。もう全然。